いやいやまもう宝メディアでございます。わっしゃいわっしゃいというわけでございまして、今日はですね、気仙沼はサメロックに来ております。ここはどこかというと宝部ハウスですね。テントでございますよ。こちらテントです。昨日建てたんです。後ろにですね、いやいい絵だ、いい絵だよ。サメロックだよ。来てないよ来てないよ。来てるんですよ。いいかっこいいね。これどうですか、当日迎えてどうですか。最高です。どうでしょうか。いやもうみんな結構仕上がってるんで、あとはもうやるだけです。やばいっすよ。やばいっす。どうでしょうか。いやーついに来ましたもんね。ついに来ちゃいました。いやいいですね。あ最高です。いやあチャチャに落とし最高です。今日はよろしくお願いします。なんと宝部の後に皆さんがパフォーマンスするので楽しみにしておりますので、生パフォーマンス、いやーやばいな、楽しみだわ。Talking by the ツイッター見た人は分かるかもしれないけど、スカシさんのね、大成功スカ、スキマ男大成功パーティーで会って、明日トラさん明日そんなどうするんですか。そんな触ろうとしてないですよそんな触ろうとしてないですよ。入ってたでしょベルトぐらいは入ってたよ。いや入ってないからこの割れ目、そこはないよ。あ、そう、そこはなかった、どうするんですかって言われて、いや俺は行くよって、すげえ正直迷ってんすよって言ったら、で、いや、じゃあちょっと、もし来るんだったらさ、一緒に、あれだったら、結局来るんやけど、一緒に歌おうよって言ったんや。いや、ちょっと考えてから、うちの連絡しますって。で、次の日、メールが来て、LINE が、いや、俺やっぱり行きますって。体がライブをしろって言ってるんですよ。かっこよすぎ。かっこよすぎ。
げえやろ。いやナイフしたいっすよ。そりゃね、いっぱいもうライフしちゃったせいに目の前にいる君のエイミー、フィクションに近いノンフィクション、一緒だと思いそう一緒。ありがとう。